はい、おはようございます。先日からですね、掃除をしとった、オプテマスの 8R の、まあ、初期モデルですね、カトキという、まあ、勝手に名前を付けたんですけども、綺麗にしました。はい、ざっと見てもらいますと、まあ真鍮部分はね、磨けば綺麗になります。で、まあ、割とこのメイキタンクももともとがそんな傷んでないので大変、綺麗ですね、このマッチングがね。ゴムパッキンはまあ当然、交換しました。はい、中のピップも交換しました。はい、まあ、簡単なポンプ機構がないのでね、オプティマスの 8K はポンプ機構がありませんので、割と簡素というか、まあ簡略された自然吸気のストーブなので、まあ、ただ、燃料はホワイトガソリン系なので、非常に、引火率が高いというか、まあそこら辺に燃料が付着しとって、まあ下手に点火すると、炎上しますけども、まあその点を除けばね、非常にコンパクトで出来のいいストーブやと思います。はい、まあ先日もご紹介しましたけども、まあオプティマスのエンボスのねケースですね、まあ、本来ここに8が入っとってですね、 8R ではないんです。8R ではないけど、カトキのものは、まあ、先日もご紹介したように、このようなシールが貼ってあります。まあ、ちょっと裏はね、塗装のやられがありますけど、はい。ということで、まあ、綺麗にできました。はい。まあ、点火はしません。はい。点火嫌いというか、まあ、点火することはわかるので、別に長年ストーブやっとって、まあこれでメンテナンス200台ぐらいかそのくらいやっとるので、オプティマスの 8R 系も何台ですかね、まあ20台ぐらいはやったのかな、まあ200台ってことないね、300台ぐらいかな、やったのは。それでまあ大体様子を見れば点火するかしないか分かります。まあ、チョロビーが出てくるとはね、まあチョロビっていうのは、まあ、点火をして、このスタフィンボックスの、まあ、締め込みが足らないとか、中のグラファイトパッキンの量が少ないとか、いうことで、ここからチョロビ、火が漏れるんですね。時間が経てば、まあ、それも、まあ、改善される場合もあるんですけども、まあ、大概はグラファイトパッキンを、まあ、積み増しするというようなね、積み増しっていう言葉は、まあ、適当かどうかわかりませんけども、まあ、ちょろちょろっと入れて締め込みをもう一回し直すということが、まあ、応急処置的なことですね。はい。まあ、それぐらいで、まあ、しっかりとゴムパッキンで、切り取って圧が逃げないようになっとればですね、まあ、タンクに漏れがないとか、ここら辺のチューブのね、ここの、まあ、タンクから出てるチューブ、まあ、これはバーナーにチューブが直接ですけども、まあ、そこら辺の締め込みがしっかりしとれば問題ありませんので、点火をよく、まあ、視聴者の方でしないのかという、まあ、お叱りともご指導とも、まあ、まあ、どちらでもいいんですけども、別に私はこれで飯を食っとるわけないので、私の記録簿的な YouTube でございますので、まあ、興味のない方は別に見られなくても結構です。はっきり言って。このようなですね、初期モデルについてはですね、ベイクライトのハンドルですね。まあ、これが、まあ、赤茶色というか、まあ、なんていうんですかね。私は、ゴミが少ないので、ごめんなさいね。はい。で、いろんな種類が実はありまして、まあ、ちょっと持ってきました。取り出してきました。はい。まあ、なかなか3つ、3種類揃ってることがなかなかないので、ヤフオクなんかで流す場合もありますし、まあ、ストーブの中で、まで欲しいっていう方が見えると譲ったりします。これがホワイトハンドルですね。はい、ベイクライトね。実はもう一種類はですね、はい、これです。軍用のカーキ色ですね。
ピントが合ってないな。やったあった、はい。これが、3種類。いわゆる、ざっと見て、あ、ごめんなさい。こんな感じです。まあ、3色の揃い踏みみたいなね。なかなかこれを3つ揃えようと思うと大変な労力がいるかもしれませんけども、はい。まあ、一番多いのはもちろん真ん中のですね、赤茶色ですね。はい。次に多いのが多分白ですね。で、一番少ないのがこの軍用の乾き色ですね。はい。7対2対1です。大体ね。レア度から言っても、大体私が扱った個数から言っても、まあ10個あれば7つはこれ、2つはホワイト。ひょっとすると 1.5 か1かもしれませんけども、カーキが1以下、下手すると 0.5。まあだからね、ごめんなさいね、1.5、0.5 ぐらいかな。というような、くだらない話ですけども。ここにあるのがですね、プリムスのハンドルです。はい。プリムスの 8R というのもありましてですね、ちょっとピント当てないでごめんなさいね。あったかな。これはですね、まあ、プリムスのやつ見たことあるかもしれませんけど、まあ、これが初期のエンボスのケースですね。で、これにですね、オプティマスっていう、まあ、エンボスのやつが、まあ、これもオプティマスですけども、ごめんなさいね、8R とかいうような感じでエンボスがあるやつですね。その上にシールが貼ってあって、プリムスというのが、このプリムスです。はい。これがついてるビッグホイールって言われる、これも結構レアですね。まあよく見かけるけれどもですね、もうこのプリムスの文字が入ってないんですね。プリムスの文字が。クローズとかクリーンとかいうことだけで、プリムスが入ってません。下地にこれも珍しい。レア度からいくと、10個あるうちに、これも少ないですね。まあ、もともと製造コストが少ないので、プリムスの 8R は。はい、ということです。まあ、簡単な動画で申し訳ありませんけども、まあ、一応、掃除が完成してですね、点火はしません。また汚れるので、まあ、点火する板ってそんなもん、こんなもんで、例えば、湯を沸かしてコーヒーを飲む程度で、調理ができるということは、まあ、さらさらないので、ごめんなさいね。はい、そのような軽くしかありません。はい、まあ最近いろんな火器がね、まあ、ガスカートリッジとかいうのが結構多いんですけども出てくるのがね、はい、この前ご紹介したような、スノーピークのねあのものがありましたけど、まあスノーピーク自体がですね、まあ、火器を製造してるわけではないんです。ほとんど OEM ですね。ほとんど韓国のコベアというメーカーが作っております、スノーピークはね。そのような力がないので、まあ商売が上手というだけの話で、なので、スノーピーク、まあ別に私は嫌いではないですけども、好きでもないです、正直言ってね。それぞれの専業メーカーのものを、まあテントならテント、火器は、はっきり言って、まあ、国内メーカーですと外ですね。外も飲むのが一番だと思ってます。はい、昔のものは別としてね、商売上手イコール品質がいいかっていうと、とんでもない話で、非常に不具合が多いものが結構ありますね。ただ、日本のガス圏を通っとるので、まあ一応品質の保持はできとるのかなと思います。はい。ということで、まあ、つまらない話しましたけど、最後ね。またご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。